最流解は、朝鮮民主主義人民共和国の政治家、軍人。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員、同党中央軍事委員会委員、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一、副委員長、最高人民会議常任委員会委員長。2017年10月の朝鮮労働党中央委員会第七期、第二回総会終了時点で、 党内序列が金正恩と、金英南に次ぐ3位となり、金与えただしと、同じく実質的なナンバーにともみなされた。2019年4月の最高人民会議において、金英南に代わる最高人民会議、常任委員会委員長に選出されたほか、国務委員会第一副委員長にも選出され、党内序列第2位の地位を固めた。 2014年4月まで、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員、同党中央軍事委員会副委員長、朝鮮人民軍総政治局長を兼職し、朝鮮人民軍においては自卒の軍事称号を保有していたことが確認されており、同年9月まで朝鮮民主主義人民、共和国国防委員会副委員長を務めていた。また二千十九年四月まで党中央委員会、 副委員長、同党組織指導部部長を務めていた。1950年1月15日、公海南道新川軍出身。父親は元人民武力部長の再建。1967年に朝鮮人民軍に入隊し、近日清総合大学で政治経済学を学び、その後は軍人よりも当人として出世し、近日清社会主義青年同盟委員長。 後海北道党責任書記などを務めた。2010年9月の第3回朝鮮労働党代表社会で、党政治局員候補、党書記、党中央軍事委員会委員となり、党中央の政治局、書記局、軍事委員会の全てに職務を得る。この前日には朝鮮人民軍最高司令官である、金正日の命令で正日の三男金正恩などと、共に、 人民軍大将となっている。党中央の幹部の中で、比較的年齢が若いこともあり、いずれ発足するであろう新たな金正恩体制の有力幹部と目された。2012年4月9日、前年末に死去した、金正日の朝鮮民主主義人民、共和国国防委員会委員長、就任19周年記念の中央報告大会の報道で、 出席幹部中序列3位で紹介されている。金正日総書記死去時では18位であり、破格ともいえる大幅な序列の上昇が新たな金正恩体制で養殖へ抜擢されることを意味するのではないかと見られた。そして翌10日の労働党中央軍事委員会と国防委員会主催の宴会で人民軍総政治局長の肩書きで演説。 人民軍創政事局長就任が判明した。また大将から自卒に昇進したことも明らかとなった。主に当人として歩み、目立った軍歴がほとんどない人物としては異例の人事であった。さらに、翌11日の朝鮮労働党第四回党代表社会で党政事局常務委員、党中央軍事委員会副委員長に選任された。 そして同月13日に開催された最高人民会議において国防委員会委員に選任され同日に行われた金日政国家主席と金正日総書記の銅像除幕式で金正恩の右隣に立ち、李英子、金正学より上位の軍ナンバー2に位置づけられたと見られている2012年10月頃から11月頃にかけて軍に対する大規模な観察が行われ この際に軍首脳部の十数人が解任された。この際に蔡留海も降格されたと見られており、2012年12月17日に金正日の中央追悼大会で朝鮮人民軍を代表して演説を行った際に自卒ではなく大将と紹介されていた。しかし、その後自卒に復帰していたことが2013年2月5日に判明しており、 西竜会と同時期に大将から中将に降格されていた金英鉄偵察総局長も同時に大将に復帰していることからこの2社が改めて金正恩の信任を得たとみられている。2013年5月には金正恩の特使として中華人民共和国を訪問して中国の習近平党総書記と会見した。蔡竜会は金正日大政下では 朝政卓の最側近であり、金正恩体制発足に伴い、朝政卓の力添えで、金正恩の最側近となり最も昇格した人物であるとも見られていたが、2013年12月に、朝政卓が粛清、処刑された際には、一部メディアから再流解と、朝政卓の間に、権力闘争が発生した可能性や、朝政卓を失脚させるために、超信都市と共に、 正の不正の証拠を収集するなどして暗躍した可能性があると報じられた。2014年2月16日を最後に同性が分からなくなったため、一部から再留会も粛清、あるいは軟禁されているのではとの憶測が流れたが、同年4月9日に開かれた第13期最高人民会議、第1回会議で国防委員会副委員長に選出されたことで、国では、 国防委員会副委員長等では政治局常務委員と中央軍事委員会副委員長軍では自卒の称号を保有した総政治局長を兼職し国家等軍のすべての中枢機構で金正恩に次ぐ職位を得たことが確認された。ただし再留会の同性が伝えられる頻度は少ないままで同年3月に放送された。 記録映画の中では足を引きずったアリークなどの状態で映っており、同年4月にも、治病の糖尿病悪化による健康の悪化、放火診療所への入院説、失脚説などが流れていた。そして、2014年5月2日に、朝鮮中央通信ウェブサイトで、公費のエズイが、軍総政治局長、自卒として紹介されるに至り、同日までに、再留会が、 軍総政治局長を退任していたことが判明した。翌5月3日には、朝鮮中央通信の報道により、キャンプ場の観光式で、蔡竜会が、当初期の肩書きで演説をしたことが確認された。この際、金正恩コーヒーのエズイ、金を乗れ、男、蔡安志服に次いで紹介されたが、当政治局員権党書記である金を乗れ男と、 西安志福より会で紹介されたことから、西竜会の党内の序列が交代し、党政治局常務委員、党中央軍事委員会副委員長、国防委員会副委員長の役職も退任したと推測された。2014年9月24日の朝鮮中央通信の報道で国家体育指導委員会委員長に就任していたことが判明し、翌25日の 第13期最高人民会議第2回会議で国防委員会副委員長を解任された。2014年10月4日、公費の絵ノと台南政策を所掌する金守モルダテと共に電撃的に奉還し、韓国の金広シ鎮国家安全保障室長、劉吉ウ在統一省と会談し、今後の南北交換協議の開催に同意した。またニ川で開催されていた2014年、 アジア競技大会の閉会式にも出席した。この奉還について、日本の外交筋は、北朝鮮最高幹部3名の同時奉還は、極めて異例と評価したという。2014年10月29日、朝鮮中央通信が、金正恩が改修工事を終えた、両ら島5月1日競技場でサッカー試合を観戦した報道の中で、金正恩の随行者として、 彩竜会、皇妃の江随、蔡安志福、玄栄明、僕道春、強赦中の順で紹介した。また、金正恩が軍人用食堂を視察したことを報じるニュースの中でも、僕笹沼首相より上位で紹介された。これにより、蔡の党内序列の最昇格が確認された。また、同日の別の報道では、すでに就任が確認されていたと中央委員会初期局初期と、 国家体育指導委員会委員長の役職名と共に党中央委員会政治局常務委員としても紹介され再び蔡が同職についていることが確認された。同年11月17日から24日にかけて金正恩の特使となってロシアを訪問した。2015年1月2日、連合ニュースが蔡竜海の次男の蔡孫が金正恩の実前の金。 与えただしと結婚したという見方を報じたが、2016年4月に北朝鮮を訪問した藤本県事によると、金正恩と金与正に面会した際に、金与正はまだ独身であると聞かされたという。2015年2月末、再び妻が、公費の絵図より会で紹介され、3月9日には、労働新聞が国際女性の日記念イベントを報じる中で、妻を、 当中央委員会政治局員検討中央委員会書記局書記として報道、祭が常務委員から再び降格していたことが判明した。同年9月の中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典に北朝鮮を代表して出席し、父の所属した東北抗日連軍模範部隊を勘越した。しかし、同年11月、 北朝鮮建国まで近日生と抗日パルチザン闘争を展開した革命第一世代として知られるリオツユキが94歳で死去した際、際は葬儀委員会の名簿に名前を連ねておらず、弔問を報じる記事にも登場しなかったため失脚したとの見方がある。報道では北朝鮮消息筋の話として際が地方の農場で 失敗を犯した幹部らを再教育する革命化教育を受けているとの情報が出ている。革命化教育は重い罰であるが、蔡は2004年にも不正の疑いで革命化教育を受けた後、復帰しており、今度もいつか復帰する可能性も指摘されている。大韓民国国家情報院は2015年11月24日に行った国会での報告の中で、 白桃山英雄青年発電所の工事中に土砂崩れや漏水が発生したことの責任を問われたことや青年政策をめぐって金正恩に異論を唱えたことなどが失脚の要因になったと報告した。同年12月30日、前29日に金守立が交通事故で死去したことを受けて葬儀委員が発表され委員名簿に際の名前が金正恩。 金英南、皇妃の絵図位、僕ささぐ玉、金おのれ男に続く、第六位という高い序列で記載されていることが、確認された。韓国政府関係者は才が復帰したと推測している。二0十六年五月に開催された、朝鮮道道、第七回党大会において、金正恩、金英南、皇妃の絵図位、僕ささぐ玉とともに、道党中央委員会政治局常務委員に、 選出されたほか、党中央委員会初期に代わって新設された同等中央委員会副委員長にも選出された。これに続いて、2016年6月29日に、開催された第13期最高人民会議第4回会議では、組織改編に伴って、国防委員会副委員長に代わって、国務委員会副委員長に選出された。2016年10月7日、3位は、 金正日の労働党総書記衰退19年を記念する式典に参加した。この中で、蔡は、敬愛なる元帥様を命をかけて、決死守護しなければいけないと述べた。2017年2月、蔡は、金正日労働党総書記生誕75周年の、金州山太陽宮殿への金正恩らの参拝に、出席せず、同時期の金正を暗殺事件の釈明のために、 極秘放棄したと憶測された。二千十七年十月七日に行われた、朝鮮労働党中央委員会第七期第二回総会で、党中央軍事委員と党組織指導部長に選出され八つのポストを兼任したとみられており、翌八日に行われた、金正日総書記就任二十周年、慶祝大会では、皇妃のエズに代わって、金英南に次ぐ、党内序列三位につけ、 実質的なナンバー2に復帰したと見られている。2017年11月、蔡は、包丁した中国共産党中央、対外連絡部部長の総統への応対で姿を、現し、総政治局をねじろに、ナンバー2の座をめぐって蔡と争っていた、コーヒーノエズイや金元広への処罰を主導したと、報じられた。2017年12月、国家体育主導委員会委員長を退き、 公認に、蔡明朝鮮労働党中央委員会、副委員長が就任していたことが判明した。2018年3月25日、最高指導者就任後の発外遊で中国を訪問した金正恩にその妻の李ユキ首夫人や、同じ党副委員長の李主金英哲らと共に同行した。2018年6月、実前の金与あたえただしらと共に、 シンガポールでの米朝首脳会談のために中国国際航空の政府専用機に乗り込む、金正恩を、金英南らと共に見送り、金兄弟留守中の北朝鮮を任された。2018年6月19日、中国を訪問した金正恩にその妻の李ユキ、主婦人や僕笹さ玉首相らと共に同行した。2018年8月15日、キューバを訪問し、 ブルーノ・ロドリゲス外務大臣らと会談した。2018年9月9日、建国70周年記念行事に招かれて包丁した、中国序列3位のクリセン省全国人民代表隊会場務委員長を、金、与えただしらと出迎え、クリセン戦柿が帰国する際も、金与えただしらと見送った。2018年12月10日、アメリカ合衆国財務省から、 人権侵害に関わったとして、制裁対象に指定された。2019年4月の最高人民会議において、近衛難に代わる最高人民会議、常任委員会委員長に選出されたほか、新設された国務委員会第一副委員長にも委員から昇格して選出され、序列第二位の地位を固めた。この選出に伴い、党中央委員会副委員長と、 党組織指導部長の職からは退任したとみられている。2021年1月5日から開催された朝鮮労働党第8次大会で中央委員会委員に再選され、1月10日に開催された党中央委員会第8期第1回総会で朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員に選出された。ありがとうございます。